新たな始まり。私の最も愛する人、あなたは最近失望と不満に襲われているかもしれません。すべてがうまくいかないように見える時はきついものになるかもしれません。思い出してください。もう一度言いますが、今こそ自分の信念を貫く必要がある時なのです。宇宙は常にあなたを見守り、ずっとあなたのそばにいるということをしっかりと認識し続けてください。現在進行中の解放は新たな始まりに向けて道を切り開いています。すべてが計画通りに進んでいるのですから、変化が起こるのを待ちましょう。必要な解放。あなたが抑圧してきた多くのものが出てきて解放されようとしていることに注意してください。それは楽しいものではないかもしれませんし、簡単ではないかもしれませんし、人によってはこれは少し拷問のように感じるかもしれませんが、それは解放される必要があります。簡単に言えば、振られたボトルは圧力をそれなりの時間しか保持することしかできません。プロセスが自然な流れに従うようにすると、必要な解放のより深い領域にあなたを導くことができます。それが永遠に続くように感じるかもしれませんが、結論はあります。親愛なる皆さん、開いたままの空間はすべて宇宙の無条件の愛で満たされ、存在の新たな軽さがあなたの一部となるでしょう。これを達成するためにしなければならないことは一つでもありますか？始めよう。優しさと思いやりという贈り物。日常生活を送っていると多くの負傷者に遭遇します。彼らは自分たちの光を無視し、他人を批判したり、からかったり、いじめたり、最良の防御は優れた攻撃であると信じています。はい、あなたには自分を守る権利がありますが、覚えておいてください。常に覚えておいてください。彼らは恐怖からか欠乏からか、人生の痛みを乗り越えることができない理由があって、その道を選択しました。同情したり非難したりする立場に自分を置くのではなく、無条件の愛を彼らに送りましょう。彼らはそれが何なのか、それがどのような感じなのか、わからないかもしれませんが、同じようにそれを受け取るでしょう。あなたには理由があって、優しさと思いやりが与えられています。それを活用してください。より良い明日へ。またなのですが、準備はできていますか？これから入ってくるエネルギーの波により、人間間の溝が広がり、これまで経験したことのない困難が生じる可能性があります。自分が選んだ道を歩いていると、あなたの気をそらし、波動を下げようとする人たちに邪魔されてイライラすることがあるかもしれません。がっかりしないでください。最愛の子よ、人類の治癒は始まりました。今プロセスを進めるために、これまで以上にあなたの光が必要とされています。これは自分自身を変える必要があるという意味ではありません。自分がそうしない限りにおいてはですが、それどころか内なる旅を通して美しくなった自分でいるだけで十分なのです。あなたは世界をより良い明日に向けて動かす手伝いをしているということを認識して、頭を上げて胸を張ってください。